どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたファイトフォーアメリカというゲームやっていこうと思います。こちらもですね、機内モードで遊べる、神ゲーだったので、フィリピンの旅行中に、こちらのゲームやらせていただきました。なので今回もフルアテレコアフレコん、ちょっとアテレコとアフレコの差がよくわかんないんですけども、やっていきたいと思います。まあ、広告で見た感じだとタワーディフェンスゲームだったんですけども、はいはいはい、まあ、こんな感じで、まあ、大砲的なやつ設置して、で、新しいのがですね、こう主人公も撃てるっていう。なんかね、普通タワーディフェンスゲームってその施設に全部頼り、うん、なんだこれ、アボイド、ちょっとわからん。もう英語はわからん。今から英語が喋れないとやばいところに行く飛行機の中なんですけど、わからん。もう英語不安で仕方ねえですけど、はいはいはい。だからこの主人公も攻撃ができるっていう点で、かなりなんかちょっと新しいなっていう感じはしたんでね。で、これ、あー、これでどんどん、あー、オレゴンかな、オレゴン州を、領地にしましたよと。なるほど、これでまあウェーブ1クリアみたいな、そんな感じ。あー、なるほど、あ、どん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 進んでって、まあ、もう本当ステージ制って感じで、あー、長え、結構ある。はいはいはい。まあまあ、どんなゲームか早速把握しましたね。で、主人公の育成要素もありますよと。あ、ちょっと待って、これ普通に両ゲーっぽいですね。なるほど。ああ、なるほど。あ、これは広告見たら主人公のレベル上がるぞって感じですけど、まあちょっと飛行機の中なので、レベルはちょっとね、広告見てレベル上げることはできない感じですが、まあちょっと待って、これでも50だから、はいはいはい。まあまあ、どんなゲームか分かってね。まあ、これがどんぐらい難易度上がっていくのか、そしてアメリカ全土制覇したらどうなるのか、エンディングなのか、ループなのか。まあ、その辺もちょっと気になるんでね。どんどんやっていこうと思います。だいぶ敵が硬くなってきましたね。で、大砲も最初は1種類だけ、上2個にある、上2個の方の、大砲だけだったのが、手前のね、本当にゴール間近を守ってるやつは範囲攻撃の大砲でした。いやー、結構ギリになってきましたね。あの、お金がですね、敵倒すともらえるお金がそんなに多くないので、贅沢にね、施設を設置できないんですよね。ちょっとやべえ、ちょっとやべえか。あー、ちょっとずつやばいっすね。あー、まずい。ちょっと城破られそう、城破られそう。なあ、いや、あ、なるほど、やられたところでそんなに削れないですね。あーはは、でもまあ自利品にはなるけれども、まあお城が壊されなければ OK。 あ、なるほど、あ、お金払えば回復するのか。なるほどなるほど。で、アイダホ制覇じゃないね、まだ。あー、でも新しい武器強えわ、これショットガン。あ、ショットガンめっちゃ減るやん。あー、ええやんええやん。あ、で、武器、主人公の武器も解放しながら、設置できる、大砲的なやつも、どん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 種類が増えていくっぽいんで、割とこれちゃんと戦略とかも練らないとクリアできないぞっていう感じになってきたので、これマジでちゃんと面白いわ。これはやれるな、ずっと。だいぶ進みはして、大砲の数も増えてですね、今火炎放射器が一番強いぞっていう状態です。で、まあ、主人公の弾は、まあ、ショットガンとその次も解放したんですけど、結局まだショットガンの方が使い勝手がいいので、ずっとこれ使ってる状態ですね。まあ、敵が出てきてはすぐ焼け殺せるぞっていう、そんな状態ですけど、これ一個一個のステージがですね、結構長いです。1ウェーブが結構長いので、そうですね、サクサク進まない。これ全50周あると考えるとだいぶ時間潰せますね。全然、まあ、退屈ではないんですけど、まあ、どんどんもうちょい早く出てくる機能とかがあったら嬉しいかなという感じなんですけど、まあそうですね、今のところはもうこのショットガンのレベルもだいぶ上げたし、火炎放射器もだいぶ強いので、まだ、恐るに足りん状態かなっていうところかな。そうですね、余裕ですね。今まで一番強かったこのでかいハンマーのやつが、もうほぼ施設、おー、出た戦車、こいつが強いんですよ。
主人公が体当たりするとなぜかあの敵に勝つんですよね。主人公の HP が減るだけで敵簡単に倒せるんですけど、戦車は間違って当たってしまうと一発死なんですよ。なので、まあ、そういう意味ではやばいやつなんですが、まあ、体力的にはねまあまああるっちゃあるんですけど、そんなにあの1体壊したらもう1体次が出てくるぐらいの結構間隔が広いので、まだ全然あの戦える感じですね。このファイトフォーアメリカ、まあ、フィリピンに行く飛行機とか、まあ、もろもろフィリピンで、やっていたんですが、全くちょっと僕がチェックしてなくてですね、音がまず取れていなかったので、音がですね、まずここら辺からなくなっております。でさらにですね、スマートフォンの容量が、まあね、スプーンで穴掘ったりとかもろもろでめちゃくちゃ容量、食ってたらしく、気づいたら容量がなくなってたんですよね。なので録画を開始してから3分4分で強制的に録画切れてたんです。1時間とかぶっ通しで撮ってたやつも3分4分しか撮れてなかったんです。なので録画を始めた、まあありがたいことにね飛行機の中でとかだったのでちょこちょこ切ってはいたので、まあ素材としてギリギリ動画として成り立つかなぐらいの素材しかもうない状態なので、まあ説明しながらね、一応このアメリカ最後まではやったので、最後やったところすらも撮れてないんですけど、まあちょっとぶつ切りでね、まあボツにするのちょっともったいないということで、まあオチというか一番最後の最後はギリギリあったんで、それだけちょっとお伝えするのにね、ちょっとまあダイジェスト的にぶつ切りでちょっとお届けしていこうと思います。ちなみにこの電気のやつね、火炎放射器よりもちょっと強い電気のやつまでアンロックしました。で主人公の武器もいっぱいアンロックはしてるんですけど、結局ショットガンが強かったので、ずっとショットガン使ってます。はい。そして素材がないので何分後かすら分かってないですけども、ちょっとずつ強い敵が出始めてきて、で上見ていただくと分かるんですけど、ウェーブ数もだいぶ増えてきて、1ステージが本当に長かったですね。で、ショットガンやめて、これ連射で撃てる銃ですね、これもゲットしたんですけど、時速的には、ショットガンの方が DPS っていうんですかね、1秒あたりに与えるダメージはショットガンの方が大きかったです。でちょっとずつ敵も種類も増えてきて、なんかこの戦車を壊すとその戦車から人が出てくるよっていうパターンとかで、新しいウェーブになると毎回この小人から始まってちょっとずつ大きくなって、一番でかいやつ倒したら何が出てくるかなみたいな、そんな感じがずっと続きます。はい。そして、今アーカンソー州にいるんですけども、この辺でね結構バグが頻発して、実際問題ね、多分これ最後までクリアすること想定してねんじゃねえかぐらい、テストプレイしてないやろっていう感じで、ここのねテント1個壊すごとに1ウェーブ終わりなんで、ここで、1ウェーブ終わりました。で次のウェーブ突入したはずなんですけど、全く出てこないんですよね次のところはね。こういうバグが結構頻発しました。この場合もうタスク切ってまた1からやるしかないんですけど、これかなり多かったですね。はい。そしてこれもちょっと取れてなかったんで、まあ、言葉での説明になりますが、アメリカのねちょうど半分を、クリアするぐらいのステージで、このヘリコプターのさらに上位の、戦闘機ってやつが出てきました。もうボスみたいな感じでしたね。戦闘機に対しては地上からの弾一発も当たらないんですよ。でこの設置するやつもこの電気のビリビリしかダメージを与えることができなくて、で電気もそんなに削るわけじゃないから、本当にちょっとずつ戦闘機の体力を削りながら、で戦闘機って爆弾を本拠地に落としてくるんで、本拠地がもうすぐゲームオーバーになっちゃうんですよ。なのでお金を払って回復をしながら、ちょっとずつ削れるのを待つみたいな、そういう苦しい戦いをその50の、まあ、半分なんで、まあ、25かな、25ステージ終わったところぐらいがそれだったので、うわこれめちゃくちゃ難易度上がるやんと思ったら、26からまたステージ1みたいな簡単さが戻ってきて、で今これが、どこら辺かな、まあまあ30後半ぐらいのところだと思うんですけど、なので25で1回一番難しくなり、26からまた簡単になって、そこからまたレベル上がっていくみたいな、そんな感じでしたかね。へい。で、まあ、とりあえずマップを見ていただきたいと思います。ここまで進んでアーカンソー州まで進みました。まあ、こんな感じですかね。あと4分の1ほどとなっております。
さあ、ということで10分ほど撮れていたクリップを15倍速でお届けします。もうやることはですね、本当にあの施設を建てて、で主人公がまあ一番あのショットガン使ってるので近くに行かないとダメージが入らないので、まあ近くに寄りながらバンバン撃つよと、でまあこんな感じでね、あのそこまでその本拠地に攻め入られることなく、もうバン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 、クリアできる感じでした。なので本当にね、もうちょい早くこう敵が出てきてくれるような、機能があるといいなっていうのはずっと思いながらね、もうサク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 、進んでいきました。まあ、15倍速でこれ見てるとそこまでのストレスなさそうに見えるんですが、結構出てくるの遅いです。はい。でほらこれも次が出てこうへんぞみたいな、次が出てこんぞと思ってリセットしようと思った時ぐらいに次が出てきたりしますね。さ、ということで残っている一番最後のクリップがこれでした。こっから多分1時間ぐらいやって、アメリカ全部クリアしてるんですが、こっから先は全く残っておりません。なので残り 7,8 周のところから1時間ぐらいかけて、全クリしたんですが、ここが、最後です。ということでクリア後の様子をご覧ください。ループかな。まあ、難易度的にはループっぽいけど、おいやちょっと待って、敵強いな、勝てえな、小せえのに勝てえな。あ、ちょっと待って、でもこれ文字が読めんかったけど、アイルランドかこれ。ちょっと待ってね、アイルランドって書いてあるね。多分イレランド、アイルランドだよねこれ。え、ちょっと待って、これアメリカ制覇した後これでヨーロッパ編始まってないこれ。ちなみに主人公のパラメーターなんですけれども、アップグレードしてももう 1% も上がりません。で、ここでなんかカンストしました。ただカンストするはるか前から、1% も上がっておりませんでした。でまあ、あの武器もいろいろ種類あるんですけど、なんだかんだこれが一番単体へのダメージが強くて、最後の最後ラスボスが戦闘機なんですけども、戦闘機に対してもこの弾が効くので、実際25ステージぐらいの戦闘機はめちゃくちゃきつかったんですけど、ラス面の戦闘機はそんなにきつくなかったですね。とりあえずまあ最初のステージ制覇したので、これで多分地図が出るはず、これが動いてから、地図が出るはずです。これで、あーイギリスじゃん。あ、ヨーロッパ編ですね。ファイトフォーアメリカっていうタイトルなんだからアメリカで終わりと思うじゃん。ワールドでいいじゃん、ファイトフォーワールドにしとけよ。つうかこのゲームだからめちゃくちゃちゃんとできてます。ゲームバランスは多少ちょっと難ありですね。めちゃくちゃむずいやんけっていう感じにはされてないんですけど、あのゲームとしてはこれマジでちゃんと面白いですね。これはちょっと消さずに終わりたいと思います。ちょっといろいろ録画できてなくて申し訳ないんですけども、まあ今日のところは以上で、最後までご視聴ありがとうございました。